はい、じゃあ起動してみます。ハッキングミッションのクリア。2種類のショットを使って大きなエネミーを破壊しましょう。L1 と R1、ショットブラックショット。シューティングスタート。そしてあれですね、インベーダー系と同じで、まずは前には進めないやつ。あ、なるほどね。黒いやつはこれで打ち消すことができるんですね。で、白い方は白い。打ち消すことができるんですね。うわ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 。こういうことです。やべ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 。使い分ければいいんだよ。ああ、なるほどなるほど、分かった分かった。ダメージはどこにも入る。はい、クリア。理解するまで時間がかかりました。黒と白を交互に。敵じゃなかった。あの石像敵じゃなかったですよ。そっか、橋を作ってくれる重要なものだったか。ああ、これはすごい。 3D プリンター、橋まで作れるような時代が来たんですね。古代人すごいね。あら、立派な橋ができましたよ。よかったね、前みたいに飛び込まないで。道は開けた。カオスエメラルドを探しに行きましょう。そうだな、セイジ。何度も会ってたのに、名前を知ったのはついさっき。もっと早く教えてくれてれば。私たちは敵同士だった。それに、名前なんて意味はない。意味はあるさ。エッグマンは君が大切な存在だから名前をつけたんだ。私のことを大切に。そうさ、あいつなりにね。ゆっくりしてる暇はない。最高。セイジってエッグマンが名付けたのか。はい、どうもマグマグマグロンと申します。よかったね、適当に突っ込まないで。過去の島を探索するときには渡れない島に向かって大ジャンプを繰り広げていた時代がありました。はい、どうやって行くんだろう、どうやって行くんだろうってね。じゃあ先にここ言いますか。カオスエメラルドはちょっとほったらかそう。うわあ、下行くのね。こっちゲット。そしてちょうどいい M84 反復横跳び。つい真ん中に帰る癖が。無駄な動きがはい、というわけで M84 クリア、反復横跳びでした。さあどう、あ、いいのが開いたんじゃないですか、もしかしたらね。ちょっと今メインステージも開いたんじゃないですか。まだ準備が整って、ああまだダメ。はいゲット、そうしてぴったりなんだな。はい次ここ、あら 4-4 なの、4-3 が良かったんですけど、4-3 やってないよね俺ね。どう、前回やったのが多分 4-2 だったような気するんだけど、あ 4-2 ですね。じゃあ 4-3 をマグは今やれないということですか。じゃあちょっと飛ばしますか、しょうがないね。で 4-4 からやっちまいましょう。いいかい、先にこれいくかい、いや行きましょう。マグもだいぶ柔軟になったな。前は強引にでも 4-3 探してから行ってたけどね。いやあれがねものすごくね時間の無駄だったんだよね。動画編集してって気づいたよ。ついついね順番に回りたいっていうそのマグの貴重面差がね裏目に出てました。今回のソニックフロンティアてか今出てるゼルダもそうだよね。多分マグのことだからまた順番にやってえらい時間がかかるゲームだっただろうな。勝てないけど。はい、じゃあまずはゆっくり進めていきましょう。レッドスターリング探し優先。今の分かれ道にあったらもうお手上げよ。頼むよ、そういうのなしだよそういうのはなしだよ。今のところありませんね。今のところありませんね。ちょっとないのがおかしいな逆に。あそこに1個発見、これが何個目かだな。おし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 、いいぞ1個目でしたね。真ん中のボタンを押さないといけないですね。こういうことだ。なんかうまく通れなかったみたいだね。これで通るちゃんと着地あるもんな。今んとこないよレッドスターリング。はいここないね今んところ。今んところないね。あ真ん中にある、真ん中にありますねはいちょっとあそうか下通ればいいんだ。なんという簡単な話。2つ目ちゃんと順番通り手に入っても、うわららららら、大暴れしちゃった。一個ずつ、一個ずつずれていきます。今のところレッドスターリングはなさそう。とかこの先にありそうだな。なんか嫌な予感がするね。これでもないもんだね。ここだ。ああ今目の前にあったのに。まああれは道中手に入れていきますか。今の感じだと多分くしゃみしてるみたいなんで、S ランクを取るときについでに取れるね。こうやって余計なときに時は取ってった方がいいね。タイムアタックの時に必要のない場所から取ってくる。はい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 、4つ目。いやまだもう1個どっかにあんのか。あったあった。あ、これもあれだね、道中にあるのはいいね。危な。はい、ゲット。あー、1個取り逃したのが痛いね。これでクリアと。はい、2分40秒で S ランクのようです。じゃあ、ここから先は S ランクとリング150とレッドスターリング全部取る動画にしたいと思います。一旦カット。惜しかったね。取れた3つ目。慎重。どうだ。あー、でもちょっと時間かかっちゃったか。もうちょっとなんか短縮できたかな。あー、でも大丈夫。はい、全部クリア。結構かかったな、今回のは。はい、メラルドキー4つ。今度は黄色のエメラルド、カオスエメラルドが手に入るようです。黄色はどこでしょうかね。ちょっと方角ぐらい 見ますか。今のところこういう感じで見える黄色がこっちでも距離が出てないね。そして緑はもうこれからと手に入れるとして、黄色はこの方角ね、この方角、ここら辺なんでしょうね。こら辺だな多分、距離が出てないから。よし、じゃあちょっと一旦カットして今度ここ行きたいと思いまーす。長かったのよ、長かったから一旦カットせれば。よし、まずここね、道中2つほどなんか取れるもんがありそう。なんかあそこか、これかなんかこれか結構大変そう。こっからのスタートかな。嘘でしょ、分かんないけど。いい、よいしょ。ん、こういうことかい。はい、ゲット。そして近づく、お見事でした。はい、というわけで、ああ、もう3桁超えた M101 でございます。一筆書き。ここから、まあ、これ、ここまでは、まあ、予想はつくわな。こっちかな。こうでしょ。で、こうでしょ。ああ、もう分かっちゃったかな。もう分かっちゃったかな。はい、クリア。一筆書きは得意だね。てか、みんな簡単か。はい、そっちが伸びる。あれ、緑もうありますか。あ、そっか、今緑を手に入れようとしてここまで来たんだっけ。ただ見えてなかっただけであってね。まあ、もうここにあるのは分かってたんだったわ。ん、なんか隠れてる子。クエストがあるわけじゃなく、あ、これ以上は何もねえのか。今のを取るだけのイベントのやつ、なんかちょっとずれた。操作しちゃいけないやつ。大丈夫なのなんかうーって聞こえたけど、ここにもうーって声が聞こえましたけれども、今は何の声だったんでしょうかね。マグにはさっぱり分かりませんが、もうここにある。登ってけってことですよ。あれ、どうやっていくんですか。ただビヨンビヨンさせられましたけど。登れない。ここに行くのかな。この上だよね、目的地は。おやおや、どこに行くんですか、これは。これか、直接登るやつ。よいしょ、ここまでは来たぞ。本当にお前たちはどこにでも居座るな。居座る、いけないみたいな感じ。まあココちゃんも取りつつの、あそこにありますね。めちゃめちゃいるな、ここ。ここだけに気づくのが遅かったな今どこ行ってる、どこ行ってる、どこ行ってる。こういうことか。はい、ゲット。ようこそおいでくださいました。はい、緑のカオスエメラルドゲット。順調ですね。1動画で1エメラルドだと思ってたんですけども、今までできてない時もあったからね。ただ壊しただけ。あ、でもなんか黄色が距離が出たね。1677。こっからの方角。ここら辺ってことでしょうね。ただそっちに行くんではなくて、こっちになんかあるので、これ行きたいね。半島みたいになってるのかな。おお、楽しいやつ。飛び越えていく。なんという、もったいない。はい、ゲット。ゲットしたら近づかないね。あ、なんかある。86。あ、マップに記されていないのを今見つけた感じですね。ここら辺覚えておこう。じゃあちょっと夜になったらもう一回来るわ。後でよろしくね。覚えてたらね。ふふ、多いな。ずるくない今の。おぶのちょっと待っていやタイミングばっちりなんだよな。あ、木から、あ、これも乗れそう。あ、近づいていってますね。そっちやっはー。あ、ソニックの醍醐味できたな。うわ今乗らなかったね。あ、犬ころやだ。ここに行きたいの。ちょっと移動させられてしまった。で、こっち行こう。はい、到着。M85。ああ、また移動させられるやつか。ああ、なるほど、こっちか。おい、大丈夫。ちょっと小刻みのターボが効いたね。あ、ここら辺はそういう感じですね。あ、あれがリョンノさんかな。あー、なんだなんだ。じゃあちょっともうちょっと踏ん張ればよかったかな。ココいっぱいいたからちょっと引き取って邪魔でしょうがなかったできるだけ、前回はあ、そっか、元に戻したんだっけ。じゃあ できるだけスピード。おお、一気に10以上。9でした。スピードは上がりました。でもあんまりスピード上げられちゃうとさ、マグの操作がおぼつかなくなってしまいます。ただでさえおぼつかないのに、あれ 4-5 もうどうしよう、4-5 じゃん、全然違うじゃん、どういうことよこれ。よし、じゃあちょっとエネミーも倒してきますか。見たことあるエネミーだったらどうしようかな。あれ見たことありそうじゃない？またあれと戦う？もし同じだったらカットしようかな。違うところに行っちゃった。そうだね、これ見たことあるね、この。そうだね、これ。いや、なくてもいいか一回やったしね。で、ここら辺にね、なんかあったのよ。それ先行くか。本当にスルーされちゃったエネミー。ここにもエネミーがいますね。デッドピラーだっけ、なんだろう。まあスルーするわけですけどここの下にあるのかな。そうはい、というわけで、あ、そうだ、夜になってからって言ってたから、さっきのザコ戦ってもよかったね、じゃあね。なんかすごいところ来させられました。ここは何です？マスター忍者、戦いたくないって言ったばっかりじゃない。ウェイ倒しました。まったくなんてことしてくれるのよ。まあでもおかげで夜になったおかげで夜になったので、このイベント行きたいと思います。なんか余計なことさせられたけれども、このイベント行きます。あ、なんか出てる、なんか出てる。じゃあ行きましょう。どこ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 次の場所がわからん。あ、あ、そこだ。どこだどこだ、あった。あれあれあれ、あっちか。うわ、なんかすごいところが。ああ、終わったー。見失うところだった今。ああ、全部開いたー。これはちょうどいいね。もう一個ぐらいない？いや、ここに4-3もあると睨んでたんだがな、なかったですなおかしいなー、あると思ったんだけどなー。結局どうなった今。こだったんだね。で、今これマップが開いたんで、これで全部開きましたね。南の方は全部行きましたね。ああ、でも、これはちょうどいいね。結構広いよ、まだ。うん、ちょうどいい開きっぷりでございますね。よし、じゃあ、次回はこの4の5から行こうか。ね。そしてこの島はもうとっとと出ていきましょう。いや、結構、順調ですよ、これは。いい具合ですよ。はい、というわけで今回の動画良かったという方は、コメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになる。励みになります。危ね。そうだ、あの上にいたんだった。忘れてた。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあ、あっちもだ。もう身動き取れないじゃないか、ソニック。何なんだ、ここは全く。エネミーだらけだよ。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。あー、びっくりした。あっちも敵だし、こっちも敵だし。全スルーでいきましょう。